どこに行こうかな。荷物持ちくらいなら。結構険しくて歩きにくい山ですね。うちの父なら修行の場に使いそうです。敵です、気をつけて。リーダーさんと一緒なら怖いものだよ。まだ一緒に久しぶりに行くぞライザー。当てるよ。今の君は作れるかも。見切れるかしら。力を打つ。見切れない。それは全力だよ。やべ、みんな気をつけろ。とんでもない攻撃が来るぞ。問題はありませんでしたね。強くなるぞ。強くなっちゃったみたい。危なげない勝利だ。どこへ向かう？ここなら、うん、この山の精霊は穏やかじゃな。まだまだ噴火の恐れはなさそうじゃ。これも使えるのか。どうだ、みんな敵よ。カラさん、この前に出過ぎないでくださいよ。まだ決めるチーズの剣士、頼りにしておるから。勝てるよ。はい、一度勝てますね。続けます。どこ行くんだ。火山とは蒸し暑くて不快だな。早いとこ用事を済ませて抜けないか。みんな敵だよ。クラウディア、一緒にやっつけよう。このまま行こう。見えた。今の影が取れるぞ。終わりにならないんだから。当てるよ。速さの限界は風の力を最大限に。せめそこよ。そこの手だよ。このまま強がりの隙間で行くぞ。浮かせよ。やったね、ライザー。あたしたちの勝ちだね。生きている限り成長。未だに学ぶことは多いものさ。その調子で行こう。どこに行くの。やっぱり武者修行中に噴火した火山から逃げたことがあってな。あれはやばかった。ありがとね。敵です、気をつけて。我らで勝利をつかみ取るぞ。そりゃあ一気に終わりに。私の戦略だよ。あなたの力見せてもらおう。見えた。まだ行くよ。私の戦略だよ。ライザー、ライザー、お願いします。今の影が作れるかも。どうだ、当てるよ。冷たいの、いいか。何よ、好きだらけ。置いてこい。覚悟しなさい。連続攻撃。この先よっ、そこよ。みんな気をつけて。力を打つ。今なら攻撃が通るかも。このいい感じだ。問題はありませんでしたね。ま、この程度余裕よ。どこに行きますか。ずいぶんと近い。俺火山ってあんまし好きじゃない。歩いてるだけで汗かくし。みんな敵よ。我々が蹴散らそう。パカリツヤ、ギラさん、一緒に戦います。当てるよ。今の3体作れるかも。
ライザーお願いします。そこよ、終わりだぜ。されてみよう。いかがまだいけない。ちょっと自信が空いてる。終わりで終われないんだから。見えた。見切れるかしら。風の力を最大限に。はっ、それ全力。気をつけて。嫌な予感が。二つよ。問題はありませんでしたね。まだ強くなる、ね、強くなっちゃったみたい。なんだ、歯ごたえないな。やっぱりここか。あたし、ここが初めての火山だったんだ。まあ、火山巡りは怖いからしないけど。いいもの。みんな、敵よ。ライザさん、錬金術使いますか。切れます。一緒に戦おう。まあ、二つよ。今の巨大作れるかも。これはライザさん、お願いします。二つよ。そこよ。そこよ。見切れるかしら。力を撃つ。せーの、一度隙だらけを。今ならいかか。私たちの勝ちだね。注意してください。割と近いな。開けられたな。みんな敵よ。我らの勝利をつかみ取るぞ。体に行きな。あなたの力見せてもらおう。そこよ。これおしまい。終わりです。今ライザーが勝利を待たせて。まっ、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 昔の全力だよ。冷たいのもいいかさ。これでは、はい、一度力を撃つ。これを失わないよ。やべ、みんな気をつけろ。とんでもねえ攻撃が来るぞ。立つよ。急に来ない。中心が空いてる。みんなお疲れ様。生きている限り未だに学ぶことは多いものじゃ。私が証拠だ。いずこへ向かうのじゃ。万象の大天に関係のある島か。興味深い場所だ。朝か。魔物はお休みの時間だな。快適快適。あ、イルカ珍しいね。俺たちの力が必要なんじゃないか。チヤー、慌てなければ大丈夫だよ。久しぶりに行くぞライザー。おやリラ様が行けたら怖いものらしいわ。今の旅が作れるかも。わかりました。ライザー一匹やっつけた。中心が空いて。やったなライザー。終わりです。みんなお疲れ様。さあ報告に行こうぜ。これも使えるのか。
めておこう。何が入ってるかな。みんな敵よ。行くとしようか。クラウディア、アラさん、私も頑張るよ。熱いのをあげる。まあ、2つよ。終わりで今なら鍵が作れるかも。ライザー、ライザー、お願いします。まだ行かない。もう見えるのめちゃくちゃだらけよ。今ならいけそう。終わりです。レッドカーメンを決めよう。頑張れ。見切れるかしら。風の力を最大限に。はっ、キュー。私たちの勝ちだね。なんだ、歯ごたえないな。いいもの手に入るかな。どうだ。会場成功ですね。さあさあ集めちゃいましょうね。よっ。ライザなら有効活用してくれるよね。こいつらなら余裕ね。クラウディア、一緒にやっつけよう。行きます。熱いのをあげる。今なら息が作れるかも。終わりです。終わって。まだまだ。ライザ、わかりました。お願い。ライザさん、今なら息が作れるかも。中心が空いてる。これでどう。もう一度。問題はありませんでしたね。この調子でいこう。ふっ。よっ。何が入ってるかな。とりあえず集めておくか。どんな素材も無駄にならないからね。えい。みんな敵よ。ライザさんの錬金術は期待してますよ。これでおしまい。待てよ。一緒に戦おう。飛べ。キュッ。もう一度なら決めます。今なら鍵が使えるかも。わかりました。任せて。みんなお疲れ様。次はドイツが相手をしてくれるんじゃ。誰かさんが喜んでツルハシ振り上げそうだな。どれにしようかな。入れる場所は、入れる場所は、材料はマテリアル缶開放。どこに入れよう。どこに入れよう。材料は
どこに何入れようかな。入れる場所は、何入れようかな。入れる場所は、いい感じじゃない。よし、いけ。何つく。どう強くしよう。入れる場所は、材料はどこに入れよう。これでいい？よし、いけ！入れる場所は何入れようかな。入れる場所は、入れる場所はどれにしようかな。よし、いけ！入れる場所は、材料は、入れる場所は、入れる場所は、どれにしようかな。よし、行け。必要なのは、よし、完璧完璧。必要な、何作ろうかな。どこに入れよう。材料は、入れる場所は、入れる、何入れようかな。何入れようかな。入れる場所は、材料は、何入れようかな。なんか変わるかも。材料は、入れる場所はどこに入れよう。鍵の出番ね。考えすぎかな。材料は、どこに入れよう。何入れようかな。どこに入れよう。材料は、材料は、材料は、考えすぎかな。何入れようかな。入れる場所は、どこに入れよう。
何入れようかな。考えすぎかな。これも再利用よね。これも再利用よね。最終確認。よし、行け。できた。必要なのはたくさん作っとこうかな。よし、完璧完璧。必要。何作ろうかな。入れる場所はどこに入れよう。何入れようかな。材料は材料は入れる場所はなんか変わるかも。何入れようかな。入れる場所は何入れようかな。何入れ、考えすぎかな。考えすぎかな。入れる場所は材料は考えすぎかな。入れる場所は感じじゃない。よし、行け。どれにし、どう強くしよう。どこに入れよう。何入れようかな。材料は材料は入れる場所は
すぎかな。何入れようかな。どこか行くのか？どこに行くの？ここでいいの？この雰囲気は落ち着くな。あれ、クラウディアも休憩？うん、送られてきた報告書を読み終わったから。旅先でも仕事か。大変そうだね。離れてる間にまた溜まってきちゃったから、少しずつでも消化しておこうかなって。なんか変なこと言った？ううん、その逆。ライザが私のせいでとか、苦労をかけてごめんねって言わないのは、頼ることに遠慮しない親友だからだよ。クラウディアは本当に困ってたら言ってくれるし。うん、普通にそう思ってくれるのが嬉しくて。それで今回の報告書はどんな感じだったの？今やってるのは、ある人たちの身辺調査みたいなものかな。ありゃ、聞いちゃまずい話だった？どうかな。ライザも無関係ではないんだけど。もう少しで、ちゃんと話せるくらいの量が揃うはずだから、その時に改めて話すよ。ものづくりをする人たちが集まってる町、いいな。
こういう街大好きだよ。手先の器用な職人さんがいたら教えて。ご挨拶。錬金術師殿。あ、アルベルトさん、こんにちは。どうしたんです？今後のことについて尋ねたいのだが、組合長代理はまだしばらく錬金術師殿と旅を続けられるおつもりか？そうですね、フェデリーカはそう思ってるはずですけど。なるほどな。いや、離脱させたいわけではない。ただ旅を続けるにあたり制作を依頼したいんだ。髪留めですか？あ、すごく綺麗な装飾ですけど。どうか何も言わず作っていただきたい。それともう一つ頼みがあってな。なんでしょう？この依頼、くれぐれも代理には気づかれないよう錬金術師殿お一人の手で制作してもらいたいんだ。わかりました。集めておこう。来てくれてありがとう。何を買うんだ？またいつでも。錬金術師殿、少しいいか？ん？はい。一つ尋ねたいことがある。組合長代理はまだしばらく錬金術師殿と旅を続けるつもりなのか？当分はそのつもりだと思いますよ。そうか。いや、反対しているわけじゃないんだ。ただそういうことなら一つ制作を依頼したくてな。ブローチですか？どうしてこれを交渉の誰かじゃなくて私に？理由はあるが後で説明させてくれ。とにかく頼むよ。ああ、それと。はい。この件はお嬢には秘密にしてくれ。錬金術師殿お一人の手で制作してほしいんだ。どちらへ向かいますか？ここでよろしい？ライザさん、少しならいいですけど、無限に採掘はしないでくださいね。
どれにしようかな。どこに入れよう。何入れようかな。材料はレベルアップ。どこに入れよう。入れる場所はレベルアップ。入れる場所は材料は レベルアップ。どこに入れよう。何入れようかな。考えすぎかな。何入れようかな。入れる場所はこんな感じか。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所は入れる場所は入れる場所、何入れようかな。どこに入れよう。こんな感じかな。よし、行け。あら、綺麗な髪飾り。どこに入れよう。まだまだすごくなるかも。材料入れる場所は考えすぎかな。入れる場所はどこに入れよう。しようかな。入れる場所は入れる場所は、入れる場所はこんな感じかな。よし、行け。私が作ったんだ。どれにしようかな。考えすぎかな。どれ。行き先は決まっているのか。あ、どうも、こんにちは。職人との挨拶は大切なんです。これで大丈夫。髪留めができましたよ、アルベルトさん。見てみよう。ちゃんと図面通りだ。完全な形で物を起こすことができているな。そりゃあここで厳しくしつけられましたからね。だが表面処理はまだ甘い。用途に応じた調整が必要だ。うん、
かお眼鏡にはかないませんか。いや悪くはない。錬金術師殿と一緒なら代理も腕を鈍らせることはないだろう。それじゃあこれは依頼じゃなくて同行者の私への試験だったんですか。それもある。次に立つ時この髪留めを代理に渡していただきたい。程よい不足が創作意欲をそそるはずだ。ひどい言われようだな。ねえどこに行くのさ。少しのんびり。ガラスや石のぶつかる音がすごいな。それだけ職人が多いってことか。これで大丈夫。ブローチができましたよ、サベリオさん。おう、見せてくれ。よしよし、図面の意図を読み取ることができていて何よりだ。そりゃあ、ここでこってり絞られましたからね。だが、発光の活用はまだまだかな。色味も外使いを考えればもう少し明るくすべきだ。あらら、まだ合格点はもらえませんか。いや、おおむねよしってとこだ。錬金術師殿と一緒なら代理も感性が錆びることはないだろう。なんだ、依頼じゃなくて同行者の私への試験だったんだ。それだけでもない。次に立つときブローチを代理に渡してくれ。完成品よりよほど刺激を受けるだろう。なんだか嬉しくない言い方だな。サベリオさんもアルベルタさんも行き先は決まっているのか。きっと心配してるんだろうな。すげえ鉱山だ。これだけ豊富な採掘資源があるってのは少し羨ましいな。どちらへ向かいますか。いつまで休み。忘れ物はするなよ。どこか行くのか。一休みできる。書類が全部届いたんだ。そういえば身辺調査とか言ってたけど結局あれは何だったの。そんなに怖がらなくても大した話じゃないよ。調査対象は大きな町にいる錬金術師さんたちなんだ。え、他の錬金術師を調べてたってこと。どうしてそんなことを。ライザには言ったよね。いつか錬金術師の物の構造を把握できる力に頼らせてほしいって。お母さんのためだったよね。それは一番大事なことだけど、それだけじゃない。錬金術の力でより大きなことがしたいんだ。大きなこと。うん、ライザに薬をもらうときみたいな安心感を誰もが得られるようにしたい。その仕組みを作りたいんだ。つまり錬金術師による薬の鑑定を日常的に使えるようにしたいってこと。それはまた壮大な夢だな。でも頼めるほどあちこちに錬金術師っているの。それなんだけど、そう名乗ってる人自体が稀で、本当に錬金術を使える人はさらに少ないみたいなの。錬金術師を名乗ってるだけの偽物もいるってこと。けしからん話だな。
本当に錬金術が使えても薬を何種類か作るのが精一杯の人ばかりで判別の力があるかは怪しいんだって。それでライザやアンペルさんがどれだけすごい錬金術師だったのかを改めて思い知ったところ。ありがとう。でもその野心的な計画を諦める気はないんだよね。もちろんまだ始めたばかりだし、じっくり粘り強く進めていくつもり。今のことが片付いたら私も協力させてもらいますよ。もちろん。こんな風にライザと一緒にやりたいことはいくらでも湧いて出てくる。だからん？神代の人たちみたいにとんでもないものを作ってどこかに消えたりしないでね、ライザ。大丈夫。私がそんなややこしいこと考えると思う？考えなくてもいきなりパパッとやっちゃうから心配なんだよ。そこも大丈夫。いざとなったら止めてくれる親友もいるからね。うん、うん、どこ行くんだ？今日も頑張ろう。クラウディアが話してる時が一番自然体でいられるかもしれないな。お待たせしました皆さん。ただいま両派に技術のすべてを伝え、必要な引き継ぎも済ませてきました。お疲れ様。あとは正規の彫像の完成を待つだけだね。やっぱり旅立ちは寂しい？そうね、少しだけ。大丈夫、私たちがいるもの。いかにも。これだけの頭数と顔ぶれの多彩さじゃ、共に歩けば退屈も寂しさも感じることはあるまい。皆さんありがとうございます。さあ締めっぽいものは置いて次の場所に向かいましょう。その前にサベリオさんとアルベルタさんから贈り物。魔石装飾の象徴のハンマーをガラス細工で、ガラス細工の象徴の炎を魔石装飾で。へえ、これも一種の融和の工芸品なのかな。だとしてもえらく遠回しなやり方だな。きっと交渉さんにとってはこれが一番伝わりやすいやり方なんだよ。二人とも組合長代理の修行の旅としか思ってなかったみたい。腕とか感性が鈍ることだけを心配してたし。そうですか。あ、これライザさんの作品ですね。発酵の具合や表面処理に甘いところが。バレたか。どうせ私は交渉としてはまだまだ未熟ですよ。お礼言いに行く。いいえ、これは旅先でも交渉の心を忘れないよう二人に託されたものなのですから。では行くか。ああ、旅立ちだ。カーク軍刀のアトリエまで戻ろう。そうなの？で、休んでばっかり。